ということで、僕が再起動できなかったがゆえに、先日というか昨日ですね、ダールナイトニッポンを収録できずということもあって撮らせていただいております。その説は大変申し訳ありませんでした。いろいろ反省点はあったのかもしれないんですけど、純粋に自分の気力不足ですね。再起動、子供を寝かしつけてから起きるんですけど、寝かしつけと一緒に寝落ちしてしまって、気づけばもう開始時刻の10時を過ぎておりましたというのが現実でした。大変申し訳ありませんでした。で、それに合わせてガルシコフの独り言ですね、あちらの方を撮っていただいたので、なんか僕もね、なんていうかやらせっぱなしは申し訳ないし、僕のせいで仕事が増えてて大変申し訳ないというところで、一発自分の方でも何かラジオを撮らせていただければということで、こういった録音をさせていただいております。今日ちょっと話したかったのが、そのガルシコフの独り言の方で出てきたグレーがいいんじゃないか、そこに想像の余地があるんじゃないかっていう話ですね。それに関わってくるところなんですけど、どういうタイトルでいくかちょっと悩みますね。ただそこのところと絡めたタイトルで言うと、修具の時代と可視化と余裕、この3つのキーワードで話していければと思います。なんというか、なんでこの話をしようかと思うと、そもそも昨日のところのラジオでゴジラマイナスワンの話をしようと思っていたんですね。5時前、毎5時ってやつですね。ちょうど僕も某社員さんも見たりして、でそれでそれについて話ができればというところで、ちょっと話したかったことに近いニュアンスだったので、先出しというか、けど本編では触れないかもしれないな、この話はっていうので、ちょっとこちらでいい話が出たので、ついでに触れさせていただければと思いました。こんな話をなぜするかというと、山崎拓司監督ですね、どうしてもネットとかでバカにされがち、いわゆる説明しがち、喋りがち、叫びがちな演出が多くて、いわゆる情報型、説明型で、その余韻は品がないだろうっていうようなことを言われる。ただそういうこと言われつつも、彼は大ヒット監督で、日本の CG の映画に関しては最前線を走り続けてきた人なんですよね。特に僕、小学校の頃に見たジュブナイル、あれがすごく好きで、いわゆる何かのシリーズものの映画じゃなくて、日本単体の CG、 いわゆるロボット映画として初めて見たやつで、主人公が小学生だったのもあって、僕はとても好きですね。山崎監督の映画何本か、その後もいろいろ出たシリーズものとかを見て、あんまり感動した覚えはないんですけど、ジュブナイルは大好きです。なぜかって、もうあの時代の俺が見たからっていうところですね。シンクロしてしまいました。だから あの監督のいわゆる撮り方とか映像とか、それの出発点がね、いわゆるドラえもん幻の最終回、ネットのやつを参考にしてるとか、いろいろ意見はあると思うんですけど、それでもやっぱり子供に十分ロマンを見させられるだけの映像を作ってくれた、いわゆるビジュアルとして、最後のロボットの対決、エイリアンとの対決、未来から来たロボットがどんどんパワーアップしていく様などは本当に、よく描けていたと思うので、僕は大好きです。でその山崎監督のところで、いわゆる説明方ですね。でここのところと、そのいわゆる最近の時代のところで、あえてちょっと厳しい表現をすると、修具の時代ですね。なんというか、ここら辺ってすごくなんて言うんでしょうか、つながっていると思ってて、この修具の時代っていうのが、いわゆるジョージ・オウェルの小説ですね、1954、数字が毎回怪しくなるあれですね。ビッグブラザーが出てくるあれです。あの小説に出てくる、いわゆるニュースピークの時代に突入しているというふうに思ったりするんですね。あえて何かをすごく
昔からある熟語とかを簡素な言葉で表現したり、映画を流すにあたってもインターネットで倍速で感想を言った動画を見てしまったりすることですね。これ自体が、まあ、いわゆるその情報の簡略簡素化、考える力を奪われたニュースピークの時代、修具の時代に突入してるんじゃないかなっていうのは、もう、まあ、時代についていけない老害なのかもしれないですけど、思ってしまうところがあります。で、そこのところの時代なんでそういうことになってきてるのかですね。山崎監督もその初回のジュブナイルの時にそんなに説明、まあ、どうなんですかね、今最近見直してないからっていうのもあるんですけど、説明方にしてないんですよね、印象としては。で、そこのところは多分時代が求めて売れ続ける、いわゆるその CG をバチッとしたのが撮りたいけど売れなきゃいけないっていうところで、売れ続けるためにはというところで、いわゆる客の目線に立って作られた鬼滅の刃、あれも作者の人がなるだけ説明して誰が見ても分かりやすくするように心がけたなんていうのが、まあ、ネットのコメントで見たりするのがあったりするように、結局みんなそこのところの情報に集中して、曖昧模糊でファジーでグレーなものに関して解釈の余地を考えるだけの余裕がないっていうのが、まあ、このみんながなんていうか、どんどんインスタントなものに走って考える力を失われていることの原因になっているのではないかと思うんですね。で、ここのところがまた一つ肝で、この余裕がないっていうことは、まあ、どんどんいわゆる情報社会、情報の発達が進んでおりますが、そこのところで結局処理する側の人間の脳の容量には限界があるわけですね。3G、4G、5G とどんどん 5G とどんどん回線速度が上がっても人間の脳の処理能力が上がるわけではないので、そこのところで、まあ、その速度が上がれば上がるほど、いわゆる無力所状態、情報処理に追いつけずスタンされる状態ですね。スタンされるとどうなるかというと、最低限の情報の処理しかしなくなる。その結果、簡素な必要以上に情報を調べなくなり、考えなくなり、簡素な表現を選びに行くのではないかというふうに思ったりしています。ね、これがまあ一つ問題ですね。いわゆる僕たちタール団は秘密結社を目標としてますが、時代の流れとしてはアンチ秘密結社、いわゆる答えのわかる明確なものが好まれる時代になってしまっているっていうのがあるわけですね。そうで、ここのところまあ、ここはなんていうか、今回のそのゴジラマイナスワンの感想のところで最後の結論に持ってきたかったところでもあるんですけど、まあ、そのこの修具の時代ですねをどう生きるかで、この時代でどう秘密結社をするのかっていうのが一つとても大事というか、僕ららしい問いではないかというふうに思います。難しいね。そう、難しいんですよ。いわばその例えばよく生活習慣病なんて言われてる糖尿病、最近名前がダイアベイティスなんていう風に変わったという風に専門の医師の人から聞いたりしますけど、病気も聞くところによると、いわゆるもともと人間なんてのはサバンナとかジャングルとかで生きてたから、こんなに飯が食える状態じゃなかった。で、そこのところでいわゆる必要以上のカロリーが来ると、こんなにいわゆるカロリーとか糖質が降ってくる環境で生活するようにできてなかったので、いわゆるその食形態の進化に対して肉体の進化が全く追いついていないことから、いわゆる血糖値の異常が出てくるなんていうふうに言ったりする人もいるわけですね。だからそれを考えると、いわゆるこのなんていうか簡素な思考になったり白黒をはっきりさせたがる時代っていうのも、ある種生活習慣病なんじゃないのかなというふうに思います。まあ、そこのところもいわゆるダイアベイティス、糖尿病と同じで、同じような食事をしてもどんどん体がでかくなって、どんどんインスリンを作れる人もいれば、血糖値の異常を早期に来てしまう人もいる。これはもうだから生まれ持っての脳みその強さ、いわゆるこのいわゆる思考力の低下、スタン状態
無料空所状態が発症してしまうのはもうその人の生まれ持ってのキャパシティによるものになってしまうんじゃないかななんていうふうに思ったりするわけですね。ただ秘密結社と僕たちが歌うからにはそこのところをなんとかレベルを引き上げたいわけですね。できればみんなこの秘密結社に入ってほしい。やはりこの想像に救われたというのはまあ誰しもあるというか、よほどね人生イケイケゴーイングマイウェイでいけた人でなければうまくいかなかった瞬間っていうのは間違いなくあって、大なり小なりで、その大なり小なりそれがあった時に自分の何て言うんでしょうね、自分のいわゆる現実のくさびを解き放つのはもう頭の中、想像力の中でしかないというふうに思ってて、この想像力の翼で羽ばたくことで現実の違和感を俯瞰して俯瞰してみることで問題解決に行けたり、またそこでしかできない発散方法ですね、を使うことでまた新しく進む一歩を踏み出す力になったりするなんていうふうに考えたりもしております。だからこそこの想像力の翼をね羽ばたかせるスペース、余裕っていうのを何とかみんなに作ってほしいっていうのが、この秘密結社からのこのマイナスワン、ゴジラマイナスワンを見て思ったメッセージとなります。まあそうね、どうするのがいいんですかね。まあ一つはスマホとかの情報を入れない瞬間を作るっていうのは、まあ一つ、そのいわゆる血糖値が上がりやすい人に食事の制限がついたりするように、情報の制限をするっていうのは一つありなのかもしれないですね。スマホを見ない時間なんていうのを作る。まあただシチュエーション的にそれは結構できるなっていうふうに今話してて思ったのが、飲み会なんかですね、飲み会の最中ってみんなスマホ見ないですよね。あれって結構実はそのいいことなんじゃないかなっていうふうに今話してて思いました。やっぱり目の前で他人に長時間拘束される、いわゆる仕事の時間とかっていうのは仕事のことに頭を巡らせなきゃいけないけど、目の前の人と話すっていうのはそんなに緊張したシチュエーションじゃないし、まあ、リラックスした状態でいろいろなアイデアを出すことができると思うので、なんか僕はこれ一ついいアイデアなのかなっていうふうに今思ったりもしています。まあ誰かと直接会うですね、そこの時間緊張しないでリラックスして考えを回すことができるの時間として、誰かと会う、飲む、そこのところで何かを軽く話すっていうのが一つ有効なリフレッシュ法なのかもしれないなというふうに思ったりしました。まあそれも含めて今度うちの団体で定例飲み会みたいなのをまたやっていこうじゃないかっていうような声が出ているので、それの効果を楽しみにしたいところですね。残念ながら僕は参加できないんですけど、まあなんていうか、幸いこの今回は寝坊して再起動失敗して参加できなかったけど、このダルナイト日本の時間もそういう意味ではなんでこうなるんだろうっていうのを話し合うことでゆっくり自分の想像力を使って考え直すことができる貴重な時間だというふうに思っているので、まあそうですね、僕はこちらの方で参加しながら、まあ、なんとかこの自分の情熱みたいなものを羽ばたかせることで風を送って煽り続けて、この情熱の炎を大きなものにしていくことができればなんていうふうに思ったりします。っていうところで、一応私の懺悔室というところで発表というかね、フリートークはおしまいにします。これで一応15分ぐらいなんですね。なんかそれを思うとガルシコフさんが30分ぐらいやっぱ話すのはすごいですね。なんかそこまで僕はやっぱりなんか話すネタがないし、まあやっぱこれもトレーニングだと思うんですけどね、ガルシコフさんに追いつけるようにちょっとずつ頑張っていかなきゃなーなんていうふうに思いますね。
っぱりこういうところも、まあ言うて僕もスマホ依存症みたいなところがあるので、ただね、そう、これはもう自分の人間特性なんですけど、いわゆるASD、ADHD 系の人間にスマホ、ツイッター、フェイスブックはめちゃくちゃ刺さるんですよね。もう手、指先一つ動かすだけでどんどん新しい情報が流れてくるというか、なんかこれはもう、なんていうか、変な癖で、テレビゲームとかやるときは漫画読んでないと僕できなかったんですよね。そんぐらい落ち着きがないので、いわゆる座ってられなかったので。っていうのがあったりするんで、まあ、本当に SNS ぶっ刺さりなんですけど、まあ、こういうラジオとかを使いながら自分の中でデトックスして、それの先にまた新しいものにつなげていければというふうに思ったりしております。こんな感じでいかがでしょうか。まあ、うちの団体内で誰か聞く人がいたら感想を教えていただければというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。医療顧問でした。